しました、お時間になりましたので、本日のセミナー開催させていただきたいと思います。同じにですね、新見先生のお写真が載っておりますが、本日ちょっと一風変わったテーマで、ゲストもお招きしてのセッションになるんですが、本日のテーマは、自己資金0円でも始められる利益を最大化する医療経営のメソッド大公開という形を、銘打ってセミナー進めさせていただきます。ではまずですね、いつも通りちょっとセミナーの注意事項になります。本日はですね、本当にセミナーの方ご参加いただきましてありがとうございます。ご質問はですね、皆さん今見ていらっしゃる画面の Q&A の、ボックスからですね、随時受け付けております。画面下の Q&A を選択していつでもお気軽にご相談いただければと思います。本セミナーはイヤホン推奨でございます。またセミナー終了後にですね、今日の、テーマに関しての、ご質問また、アンケートというのにご協力をいただいておりますので、ぜひ皆様そのアンケートまで、ご覧いただければ嬉しいなと思っております。ではですね、早速なんですが、今日お二方のご紹介をさせてください。まずですね、私が今日ファシリテーションを務めさせていただきます、株式会社、エンジンでメルチョクの事業責任者をしております、寺崎と申します。拍手しましょう。拍手したはずだったんだよ。はい、愉快なスタッフも裏に、今日は多く控えていただいております。で、私はですね、PR 会社エンジンで、いろんなこう PR 案件をやりながら、ちょっと新見先生と出会ってですね、いろいろと PR の支援もさせていただいております。趣味はですね、サーフィン、そしてサウナ、離島巡り、そして漬物作りにハマっております。38歳独身でございます。はい、続きまして本日ゲストの方に、来ていただいてます。大和ハウス工業株式会社、本社事業統括部、医療介護福祉施設支援室の長谷川大輔さんです。よろしくお願いします。いきなり大手企業の、ちょっとお偉い方がいらっしゃったということですが、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、私長谷川と申します。よろしくお願いします。お願いします。私は本社の人間ですけども、医療介護福祉の建物ですね、ちょっと特殊な建物になりますので、うん、その、建物のサポートをさせていただく部署におります。うんうん、ありがとうございます。大和ハウスさんといえばもう住宅というイメージなんですが、 そこでも医療介護福祉施設の専門ということで、はい、そして自己資金ゼロでも始められるノウハウの持ち主というところで今日お越しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。そして、最後もうおなじみでございます、テレビでお見かけした方も多いと思いますし、今日先生のファンの方もねたくさんいらっしゃると思うんですが、新見正則先生です。よろしくお願いいたします。先生、本日ウィーンガエルと今おっしゃってたので、じゃあ僕のサポーターの女子がウィーンガエル、スタッフの、はい、いつもありがとうございます。はい、今日も僕はずっと仕事してます。失礼しました。さっと楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあですね、ちょっと早速ちょっとクロストークという形でしていただければと思うんですが、じゃあまず最初のスライド、現状維持では面白くないというスライドなんですが、先生今日のテーマにかけて、まず現状維持は面白くないというのはどういうことなんでしょうか。医師の方が聞かれてると思うんですけども、日々の仕事に忙殺されて、僕はもう毎年毎年あっという間に過ぎちゃったなっていう生活をしたんですね。うんうんうん、で、時々は、開業したいなとか、主になりたいなとか、あと開業した友達ももう一件増やしたいなとか、いろんなことを思いつつもですね、なんか忙しさにこう、かまけてというか、できないんだよね。で、それでは実は面白くないんですよ。本当はもっともっと面白い一回の人生だから何かをしたいと、だけど一番のネックになるのは自己資金なんですよね。お金が必要だろうと、とんでもないからできないっていうことを考えていたら、なんと大和ハウスさんが、はい、本当にゼロでもできるっていうことをたくさん教えてくれたんで、なんで僕は30年前に彼らに会わなかったんだろうって思ったわけですよ。なるほど。それで今日その知恵をね、はい、今日来た方に少し分けてもらう。なるほど。先生は今おっしゃいましたけど、特に
ドクターの方、お金ないっておっしゃいましたけど、世間一般的にはお金持ちのイメージがあります。お金ないんですか？それは一国一城の主になって成功した人はあります。それは自分のお金になるから。ただ基本ドクターは病院とか大学に勤めてれば雇われてるので、はい。サラリーマンなんですよ、所詮。それにちょっと医師手当がつくだけなので、実はそんなにはたまりません。はい。またなんか保険診療とかよく自費診療とか、はい、ここでもやっぱ大きく違ってくるところなんですね。はい、通常は保険診療がほとんどなので、うん、保険診療しか頭の中にないんですね。うんうん、で自費診療っていうのを入れると、やはり自費の場合にはその利益の差分が大きいので、うんうん、利益率がね。だから、はい、その方がやはり、経営は楽だと思います。なるほど、結構長谷川様は独立開業される方の、はい、住宅というところ、住宅というかそのクリニックの施設というので支援されているかとは思うんですけども、はい、結構もうなんか現状打破みたいな感じで何かを変えたいという形で開業されたいされる方も多いんですかね。そうですね、現状打破というのもあると思うんですけど、やはりご家族のため、相当ご自身のためっていうのが多いと思うんですね。はい。まあ、そこででも家族を犠牲にしたくないってこと？いえ、ご家族のためにやっぱりより収入を、うん、そういうことか。あと時間ですよね。家族に時間を使うことができるっていうと。わかりますよ。だって僕ね、自分の年収頭に皆さん覚えていただいて、僕年間の労働時間でそれ割ったら時給3000円いかなかったです。本当ですか？本当ですよ。それは先生がいつぐらいの頃の話なんですか？もう5年ぐらい前だとそうですよ。まあ、でも時給3000円って言ったら、例えば結構普通に働いてらっしゃる会社員の方と換算してそこまで大きく変わらないです。会社員の方は5000円ぐらいもらって、まあ、確かに。もらってたと思いますよ。時給からすると。その分、とんでもない時間働いてるので。ただそれが、もちろん社会に奉仕してるっていうことがずっと続けばいいんだけども、若い頃は続くんだけども、だんだん疲れてきちゃう。で、したくてもできなくなる。で、その時には、開業したくても資金がないとか、縁がないとか、そういうことで僕の中でもやもやしたんですよ。で幸い僕は後で話すけども、なんとか開業できたんですけども、なんだってダイワハウスさんと知り合いなんて、もっともっと早く開業できたじゃんっていう感じで、なるほど。それで今日こういう場をセットしてもらって、はい、知恵を皆さんに分けて。ただ今日1時間しかないので、はい、もっと聞きたい方は、最後なんか出るんでしょう。そうですね。アンケートも含めて、いろいろこう、ダイワーさんに相談事もちょっとできますので、ぜひご相談いただければと思いますね。なんかダイワーさんの中で、この、今、長谷川様が、所属されていらっしゃる、医療介護福祉施設支援室というのは、はい、結構最近にできたときに、例えば古いからあるんですか？そうですね。もともと2000年から、なるほど、はい、やってまして、まあ、私は2000年からはやってないんですけども、はい、ダイワハウス自体が、やっぱりこれからのその超高齢化社会において、必ず必要である、うんうん、まあ、ちょっと表現は悪いかもしれないですけど、高齢者ビジネスというのに対してどう向き合うかということで、ダイワハウスとして部署、専門チームを作ったのが始まりです。じゃあもう22年ぐらいもう支援されていて、実績もすごい積まれていると。そうですね。はい。その中に自己資金0円っていうノーメソッドも、なんかノウハウとかもお持ちだというところですかね。はい。ありがとうございます。そしたら、まあ、現状維持は面白くないって言っても、先生、人間って現状維持したがる生き物じゃないですか。だって怖いもの。怖いもの、そうですよね。だって、普通は自己資金ゼロと思わないから、はい、何百万、何千万貯めればいいんだろうっていうことを思って、うん、とてもたまんないやっていうんで諦めるんですよ。はい、そうですね。借金も怖いから、はい。で、もしもたまっても、いや、やっぱり家族、うん、子供のことを考えたら残さなきゃと思ったらとてもできないし、はい、でも自己資金ゼロであれば迷惑かからないから、すごく僕は魅力的ですね。確かに。まあ、そういった、まあ、人ってこう保存本能というか、現状維持本能働くんですけど、うん、そういった現状維持を打破して、まあ、変化を加えるポイントというところになるんですが、うんうん、実際こう、例えば先生だったらすでにクリニック経営されていらっしゃいますし、例えば朝まであれば、これから開業するということが支援されているんですけど、はい、まあ、どういった変化を加えるポイントっていうのが、先生、現状維持を打破するには終わりだとお考えですか？その直感じゃないかな、もう今の仕事が嫌だなとか、うん、なんかこう、十分やったな、飽きたなと思った時が、僕はなんかこう、ピボットっていうかね、うん、次に行くチャンスだと思う。うん、そこで同じところにいると、なんかつまんないところに入っていっちゃう気がしますね。うん、
なるほど。ワクワク感がなくなった時はやめるとき。うん。うん、もう先生はもう常にワクワクを求めるというか、そうそうそう、ワクワクしてないと、だって一回の人生だし、いつか死ぬわけだから、うん、何か挑戦したい。で、挑戦したいのには金がいるっていうのは普通思うんだけど、うん、実は医師の、まあ、資格と、うん、あとは若ければ若いほどお金貸してくれるし、うん、あと年を取ったら年を取ったで信用があるから、うん、いろんなこう自分の持ってるもので、実は自己資金ゼロでいけるんだってよくわかりました。ああ、本当ですか。長谷川様の方で結構こうやって、会員とか新規開業される方サポートされてると思うんですけど、はい、なんかご年齢的にこの世代の方は結構開業多いみたいな、そういったものってあるんですか。まあ、やっぱりバイタリティっていうのが必要なので、うん、まあ、若い方はやっぱり多いと思います。ああ、はい、そこだけに若い方の方が多いと、はい。ただ、その開業に対して年齢っていうのはあんまり関係なくてですね、うん、やはりご本人のタイミングとご家族のタイミングがありますから、はい、まあ、ご家族のその生活の環境が変わらない状態のタイミングでやっぱりやられた方がいいと思います、ね。なるほど。まあ、例えばですけど、今すでに院を経営されたりとか、うん、これから開院したりとか、介護施設を作りたい、いろんな現状異常を打破するというか、変化を加えようという方も今日多いと思うんですけど。そうですね。もうすでに開業したけども、もっと大きくしたいとか、うん、そういう方もぜひ、うん、はい。今日聞いてください。はい、まあ、利益率を上げたいとか、はい、まあ、ライン数を増やしたいとか、まあ、そういった私ども PR 会社なので、まあ、広報とか PR とか、まあ、そういったところでいろんな方法があるよというところですよね。ありがとうございます。じゃあ実際ちょっと、まあ、実際のところどうなのっていう、お話なんですが、じゃあ実際、林先生の方で、どのような形で他の単位と差別化を図る？僕の話ね。はい。僕の話の事例でいいんだよね、これは。うん、僕、今日話をするのは、ある程度の建物も必要で、機材も必要で、人材も必要でという普通のクリニックの開業とか、介護施設の、まあ、展開っていうのは、ダイオハウスさんが中心だと思うんだけども、うん、反対のプレハバっていうのは、ほとんどお金をかけずに、開業できないのっていう答えは僕の方にあるんですよ、うんうん、でうちのクリニックって、もちろん家賃はかかってますけども、東京の飯田橋のど真ん中に借りてるので、はい、まあ、そこそこの家賃はかかってるけども、機材はゼロ、血圧計もないからね、うち。あ、そうなんですか。うん、あるのは、漢方薬の分包機っていう100万円の機械があるだけで、あと一切ないんです。だから、まあ、その、うちのかかったお金って敷金礼金ぐらいなんで、敷、うん、金2の礼金1だったかな、うん。そんな極めて安い物件なんだけども、うん、まあ、うちも自己資金ゼロなんですよ、うん。で、なんでできるかっていうと、それはやっぱり他の人がやってないことをしてるからなんですね。うん、で、そこでなんとか今やっていけるのは、まあ、エンジンさんのおかげで PR っていうことで患者さんがボツボツ増えてるからできるんだけども、結構うちは全く違うことをしてます。それは2つあって、ただお話しするだけで、自費診療で結構なお金をいただいてるんですね。うん、1時間話すことで。うん、で、もう一つは、漢方薬を売ってるんです、うん。で、特殊な漢方薬をうち売っていて、で、その漢方薬は結構高いんですけども、それが大体7割ぐらいで入ってきたのを10割で売ってるので、うんうんうん、3割利益があるわけですよ。なるほど。で、それって普通は、今、昔の医院なり病院は薬の再起ってやつで儲けたんですね、少しは儲けるというか、うんうん、今それはゼロなんですよ、基本的に外へ出しちゃうと、うんうん、うちは昔ながらのスタイルに近くて、まあ、うちでしか出せない薬のある意味物販で、頑張って、経営を回しているという感じですね。だから物販でやる分には自己資金ゼロでいけるので、うんうん、はい、うちは一つの極端な例ですね。うん、さん、こんな新見先生のようなスタイルで独立開業みたいなケースもあったりするんですか？そうですね、ちょっと新見先生のようなケースではないんですけど、うん、私も実際に携わらさせていただいた先生で、やはりもちろん自己資金ゼロでやりたい、ただ返済のその、うん、まあ、借り入れを起こされますんで、うん、返済もなるべく少なくしたいということで、うんうんうん、実際に東京都内でですね、うん、12坪の消化器内科を、うん、建てていただきまして、うん、ご開業いただきました。なるほど。12坪っていうと、ギリギリですかね、保健所に届け出る。あ、そうですね。まあ、待合と、診察室の。はい、はい、そうですね。すごいですね。そうです。はい。これ13坪とまた違ってくるんです。
最低限が決まってる。そうなんです。そうなんです。診察室の大きさは決まってるんですね、医療法に。なるほど。でしかも消化器内科ですから、内視鏡をすると。ですね、それすごいね。はい、でも実際、借金というか、そういうのが返済するっていうことは発生するわけですね。はい、そうですね。なんか実際どれぐらいの費用感であれば自己資金なしで。そうそう、僕のイメージは1億円ぐらいかなと思うんだけど、例えば20億円の建物建つんですか、自己資金ゼロで。そうですね、20億っていうと、例えば、まあ、ちょっとクリニックではないと思うんですけど、うん、介護施設の場合ですと、うん、まあ、80ベッド、80床ぐらい、はいはい、違いますよね。で実際可能かどうかというと可能です。20億の建物が自己資金ゼロで建つんですね、はい。答えから言うと。はい。本当ですかっていう。なんか後でもう、なんかし、もう厳しい状況になるんじゃないかなと思うんですけど。それをでも解決するのはエンジンなんじゃないの？いや、もうお客さんが来れば。そうですね。だって必ず解決するんだ。そうですね。僕らはもう差別化したりとか、PR をして、より習慣につなげるっていうことはできるんですけど、まあ、売り上げを上げるっていう。だって一番困るのは建物を作ったけど、中に誰もいないっていうのが。それも恐怖ですよね。はい、ああ、いや、なるほど。じゃあ、20億のケースもあると。そうですね、あります。いうことですね。はい、なるほど、なるほど。で、実際、医療機関だけではなくて、介護施設も結構多く。そうですね、介護施設もたくさんやってますし、先生が介護施設を運営するっていうケースもあります。はい、さっきの20億、ごめんね。20億って言っても、土地と建物ってどんな案分というか分割りないの、うん、土地が大体6億ぐらい。6億の土地。はい、その上にじゃあ14億の建物。はい、そうです。それがゼロで建つんですね。はい。本当ですか？本当ですか？いやいや。でも本当なんですよ。本当らしい。建ってるんですから。はい。まあ、分かりました。どうやってそういったことができるかっていうのは、もうぜひ大和さんに、はい、ぜひお問い合わせください。いただければと思うんですけれども、じゃあ、ちょっと先ほども少しお話、ちょっと先生があったんですが、うん、先生ってやっぱ変わったことをやられてるじゃないですか。そうね、役に立つことしたいんだけども、はい、まあ、物販を始めた理由は、はい、今、うちはその僕25年漢方やってて、うん、一番良かったことは、まあ、2つあるんだけど、1つは、はい、結構簡単に西洋医の先生なり薬剤師の先生が出しても、うん、治る人は治るじゃんっていうのが分かって本たくさん書いたんですよ。うんうんうん、で、もう一つは、なんと癌に効く生薬に巡り合って、フワイヤーって言うんですけども、うん、まあ今日の方は後で見てくださいね。うんうんうん、そのフワイヤーの啓蒙をしたくて開業した理由があるんだけども、うんうん、そのフワイヤーっていうのは実はうちで出してるので、うんうんうん、だから皆さんが自分の経験からこんなに商品が、ね、うんうん、商材があると思えば、それを物販、売ればね、それも経営やっていけるんですよ。うん、なるほど。うちはその素晴らしい生薬を7割で入ってくるんで、はい、10割で売って、だいたい3割弱の利益で一生懸命頑張って、うん、そうすると、ほとんど自己資金がゼロでもね、やっていける。うん、で従業員もいらないし、うんうんうん、それだけなので。なるほど。はい、今って、クリニック様って、その物販をやってるクリニック様って、そんな多くはないんですか？結局、保険診療っていうことに集中しちゃうと、うん、国が医薬分業ってことをしたので、うん、物販の部分がなくなっちゃったんですよ。薬の部分が。だから純粋に医療サービスで保険診療の枠内で利益を上げるしかないので、うんうんうん、それはたくさん見ないといけないんですね。うんうん、で、たくさん見るためには部員作るとか、うんうん、他の医療じゃなくて介護保険にも行くとか、はい、そういうようなこともできるから、それはもう大和さんがね、うん、どうやって増やしていくんだと、うん、そこに自己資金も必要ないし、はい、やっぱり、ね、自己資金が必要ないと、今うまくいってる先生が自己資金がなくても追加で部員なり他の業態ができるので、うん、それはすごく勉強になると思います、うんうん、参考になるという、うん、ありがとうございます。あ、先生ちょっとどうした、もう Q&A が早速来てまして、うん、先生宛てに来てます。新見先生に伺いたいです。何歳で開業するのがベストと思います？ OK。ここでまず質問、答えは、はい、自分が開業したいと思った時。なるほど。だから若ければ、もう医者6年ぐらいやったら開業できるんじゃないかな。うん、そんなに専門的な知識は開業医では必要ないことも多いから、うんうん、開業するだけの知識でいいので、うん、極論すればもう30歳でもいいと思うよ。うん、今ご質問いただいた方は30代前半で、うん、住宅ローンもちょっと組みたいなって考えてるようなので、うんうん、これぐらいでも改良したいと思っていれば、なんと話っていうか答えを先に出すんだけども、
なんと30歳があれば、なんか住宅ローンで35年借りてるんですよ。あ、そうなんです。細かい話をするとですね、うん、79歳まで完済年齢がありますんで、うんうん、30だともっと組めます、長く。79? はい。じゃあ僕は16年のローン組める。はい。あ、そうだ。まだいけるんじゃない？ないよね。ウィーンから帰ってきた早々笑ってるんだからね。そうなの、わかりました。じゃあそんなにやっぱり借りれるんだ。借ります。しかもですね、はい、金利が安いんですよね、はいはい、住宅ローンですから。うんうん、今、大体、どうですかね、まあ、相場感いろいろあると思うんですけど、0.5% 以下です、うん。あ、クリニックを建てるためのローンと住宅ローンでは金利が違うんです。はい、じゃあ、クリニックを建てる体にして、住宅もなんだか半分ぐらいにすれば建てるんですよね。あとで詳しいですね、ありますけど、はい、じゃあ住宅ローンで組んだら、安くできるんだ。はい、ということは、30でもできるんですね。できます。おすごい、はい、実際に30代前半ぐらいで開業されてサポートされた方というのは、はい、その場合はやっぱり住宅ローンで、住宅ローンで1階を診療所、はい、2階をご自宅にして、はい、で、なるほど。でもともと事業用融資ですと15年っていうことなんですけど、うん、79歳完済ですから、はい、うん、もう圧倒的長く含めて、うん、かつ金利が半分以下になります。うんうん、30歳で開業したら49年で完済すればいいってことか。これは結構いいですね。でこれただですね、ちょっとミソがありまして、はい、これ、まあ、あんまり PR になっちゃうかもしれないですけど、やっぱり建物が存続しないといけませんので、うん、建物のその価値というか、はい、建物がどんな構造かっていうのは結構問われます。あ、途中でなんか座席が悪いとか、なんかね、あの不具合が起きてしまうこともありますしね。あとちょっと表現悪いかもわかんないですけど、まあ、融資先はやっぱり売却を考えますよね、融資が滞った場合は。はい、その場合のやっぱ価値が。価値をちゃんと。どれだけある。具体から言うと、ダイワハウスで建てれば49年ローンも OK ってこと？そうです。ということで、みたいな感じで、はい、知らなかったよ、そんなことがあるなんて、はい。知らなかったですね、もう今日も、ニューミンティブ氏が。僕は結構なんだか知ってるんだけど、住宅ローン作戦は思いつかなかったね。これ結構裏技ではなくて、もう世間一般に知られていることでもあるんです。知らない方も。いや、知らない方が多い。あ、そうなんですか。はい、僕らも全然関係のない世界なんで、へーって感じなんですけど。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次の、スライドでテーマでいきたいなと思うんですけども、次ケーススタディで言うと、まあ、開業、そして、まあ、物販じゃない、開業するとか、分院を作るとか、要は、うまくいってる先生が無くなるってことね。とか、になるんですけど、実際会員するときとかって、ダイオハスさんでは、まずどのようなサポートから入ったりとかするんですか？例えばなんか、この地域で会員したいんだけど、この地域はちょっと微妙だからこっちにしましょう、うん、そういったアドバイスとかもあったりするんですか？あ、そうですね。うん、それは、まあ、市場調査とか診療券調査っていうんですけど、これも私どもね、独自で、うん、システムを持ってますので、うんうん、そういったご提案ができます。なるほど。はい、すいません、市場調査というのは、どんなことをされないんですか？もうざっくりなんですけど、年齢とかですね、いわゆる住んでる患者さんになられるそうですね、うんうん、がどんな比率であるのか、例えば20代が多いのか、60代が多いのか、うんうん、これによってやっぱり患者さんの層が変わってきますので、うんうん、あと男女ですね、うん、であとは競合医院ですね、うんうん、そういうところまで分かるように。例えば、その、会員される地区で、結構、その、小児科を開きたいと思ったら、この地区に小児科のクリニックが何あるかみたいな。そうですね。はい。それは確かに、個人では絶対できないですね。プロにお頼みするというところで。それも含めて、自己資金0円でいけるということですかね。そうですね。それも含めて。本当ですか？ニューヒーで本当ですかね、これは。いや、それも含めては聞いてなかったから、そうじゃないよ。そうじゃないですか。いや、いいか。逆にそれがないと自己資金ゼロでやっても危ないです。ああ、そうか。危ないところに投資はできないというか、はい、信用を貸せないから。で、当社にわざわざ行ってですね、そこで自己資金ゼロはちょっとリスクがあるんです、ね。なるほど。あ、それだとなんか、発信の状況ありますね。自己資金ゼロでするってことは、勝ってくれないと困るわけだ、はい。なるほど。それは確かに。売りっぱじゃないもんね。大和さんもリスクを背負うわけですからね。そうですね。はい。だから、その後のサポートもあるんだ。ですから、きっちりした調査が必要だっていうのが、ちょっと、なるほど、重要だと思います。その市場調査にやっぱり自信を持ち、そうですね、はい、持ってることです。その調査って僕、ちょっと聞いたんだけど、なんか、自分の、まあ、仮想的ってわけじゃないけど、クリニックの、そこに来てる人の
分布もわかるんでしょ。はい、ありがとうございます。うん、それすごいと思ったんだよね。なんでなんあのですね、だって自分とかわかるよ、はい。だってカルテ見ればいいんだから。はい、なんこれはですね、携帯の位置情報で、はい、ある会社さんの携帯の電波がどこにあるのかっていうので、位置情報でわかるんですね。ほう。で、例えば、滞在時間を決めまして、例えばこの建物で、うん、診療に来られる方ですから、例えば15分から2時間とかっていう期間で、ここに滞在人たち、した人たちが、どこに住んでるかっていうのが可視化できる。なるほど。飲み屋と同じビルだったらどうなっちゃう？それは、飲み屋のビルの一緒になっちゃう。あ、でも時間が違うわけか。飲み屋は夜に行くわけだね。そうですね。設定時間、昼に行くわけない。あ、そうですね。それこそはそうです。あ、そうか。それは向こう AI だもんね。あ、なるほど。すごいね。そうすると、その患者層がどこにあって、どこから来てるのかっていうのは読めるので、うんうん、なるほど。そうすると、その空いたところに開業すると、分院を出すと、競合が少ない。それはもうそこまでできるのはやっぱ大手ならではというか、我々ハッサンならではのサポートというか、はい、そう、大事分かってきた。自己資金ゼロってことは会社側もリスクを取るから。僕もなんかそれ聞いたらなんとなく、ああ確かにそういうのもできるのかと思いました。じゃあむしろ大和さんが自己資金ゼロでいいですよっていうことは相当勝てるっていう賞賛があるんですね、その人に。そうですね、はい、証券上は、はい、うんうん、いやでもそれが分かるだけでも改良するにあたってはだいぶ不安減りますよね。間違いなく減ると思います。後押しというので、なるほど、すごいね。ちょっと続いて、もういっぱい来てます、いっぱい来てます。ちょっと、うん、全部紹介していきます、うん、はい。Q&A が来ております。整形です。整形外科は整形ですね。都内で起業をしたいですが土地が高くなかなか難しいです。整形で一番小さい面積で開業できた事例はありますかというところですが。整形外科でしょ。それは広くないとできないよ、普通は。どうなんでしょうか。そうですね。これも私がお手伝いした先生で、35坪でご開業された先生います。その先生は、どっちかというともうリハビリをなしにして、もう処置室もなしにして。うんうんうん、で、もう全部、もうしかも院内処方なんですね。はい。でもう診察室の中に処置と自分の薬棚を置いて、はい、そこで診察してすぐ薬を出すっていう、そこで回転を持たせてるっていう先生ですね。なるほど。僕ちょっと素人なんですけど、整形外科で35坪っていうのは結構狭いというか小さい方なんです、うん、小規模なんです。狭いですね。あ、はい、なるほど。間違いもやっぱりそこそこ取らないといけません。うんうんうん、ただこの方は何年かしてうまくいったら多分次に移るか部員出すんですよね。そうなんです。そういう目的があって、先ほどのゼロ円につながってるんですけど、うん、はいはい、最初はコストをかけずにしっかり患者を持って、うんうん、で、また、証券のいい場所で MRI っていう大きな装置を持つクリニックを建てる目標があって、うん、はい、で、そこに自分で送ると。はあ。いう形を取っているので、もう、はい、先生も開業時にビジョンを持ってらっしゃる。ゼロ円で開業して、ある程度安定したら、しっかりしたクリニックを建てる。そういったスキームというか、考えがあるんですね。まあ、もう、自己資金ゼロって、すごいサポートですよね。そしたらもう、不安もなくなるし、将来のビジョンも描けるし、そうですね。うん、夢のようなお話。まあ、なんとなくこう、整形外科ですと、普通に大きく作るっていうのが一般的なこう考えですけど、はい、そうじゃなくて、ゼロ円で行う事業ってどうなのっていうご相談を受けて、はい、ゼロ円だったらこういう形ですよ、うん、じゃあこれでじゃあどうやって展開していくっていうのをこうお互いディスカッションさせてもらって、うん、証券見ながら、あ、じゃあここで次分に展開しよう。なるほど。次質問来てますよ。どうしても患者離れが止まりません。駐車場にショートステイの施設を作ったら儲かるなども分かるんですかって思う。そうです、分かります。分かるの、はい、分かります。これは介護の方なんで、はい、介護の市場調査っていうのがあります、はいはい、ですからこれも例えば何でしょうかね、介護に必要な方たちがどれぐらいこのエリアにいて、うん、要介護ですね、うん、123とかいろいろありますけど、そういった方たちがどこに住んでらっしゃって、うん、高齢者がどこにたくさんいるのか、うん、これ500メートルのメッシュ角でどこに何人いるのかっていうのが、うんうん、まあ、可視化できますんで。なるほど、はい、市場調査をもとにそういったのも分かる。そうですね、はい、なるほどな。すみません、僕ちょっと個人的な質問ですけれども、結構ご相談、クリニックを開業したい、介護施設を作りたいっていう方のご相談もあると思うんですが、
そういった方が、例えばその自己資金がゼロっていう形で、あの大和ハウスさん、長谷川様がお話しして、じゃあもう大和ハウス様に決めるよみたいな確率みたいなのって、どれぐらいの確率で大和ハウスさんに決まったりするんですか？はい、実はですね、今のお話からいくとですね、例えば物件を、まあ、見つけないとやっぱりそもそも成り立ちませんので、うんうん、先生がその誤解をされたい場所っていうのが結構重要なんですね、うんはいはい、よくあるのが、まあ、ご自宅から近いところ、うんうん、もしくは非常に人気のある路線、はい、電車の路線とかですね、うんうん、そういうところになってくるとなかなか物件が出ないケースがあります。ですので今の確率からちょっとご質問からずれちゃうんですけど、はい、回答がどっちかっていうとこういう提案はいかがでしょうか、うんうん、っていう形でご検討いただく先生においては確率は上がってくるんですけ ど、 なるほど、いやもうここじゃないとダメですとか、はい、あとご自身の、まあ、いわゆる医局との連携を絶対に図りたい、はい、そうなるともうこのエリアじゃないとダメ、うんうん、だけど先輩がここどこに開業してるから、うんうん、ここはダメとかですね、うん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 、である大学ですと2駅先もじゃないとダメとかですねいろんなこうルールがあるので、うん、そうなるともう開業する場所がなかったり、うん、あと、ね、いろんなこう話が聞きして難しいケースも出てくるので、はい、まあ、確率というとなかなかちょっと一口には言えない、はい、なるほど。まあ任せればうまくいくんですよね。本社にお任せすればみんな分かってるんだもんね、うん、もう物件も大和ハウスですね、たくさん所有して保有してますので、うんうん、ご紹介たくさんできますし、うん、自己資金ゼロでもできるスキームっていうのをいろいろご提案できます。なるほど、はい、あとコンサルのいろんな業者が入ってくるっていうのは僕開業の先生方に聞いたんですけど、うんうん、その卸の方が無料でしてくれるとかそういうことに頼むとなんか尾ひれがついてめんどくさいんですかね。そうですね、まあ、面倒くさい方もいるかもしれませんし、うまくいくケースもたくさんあると思います。じゃあ別に絶対ダイヤハウスに来なきゃいけないよってことはないんですか？そうですね、もう私どもはどっちかっていうと、もう何でもお任せいただければありがたいですし、うん、先生が先生の、まあ、やっぱりいろんなつながりも終わりですから、そこを全然重視していただいて結構ですし、面倒くさい方がいれば、お手伝い、私どもが代わりにさせていただくことも可能です。やっぱりこの懐の深さはやっぱり超一流企業だと思うんですよ、はい、そうですね。本当なんですよ。本当に。懐のが安心っていうのはありますよね。何かあったら何でも聞いてくれる懐の深さ。だって今一番なんでしょ？はい、おかげさまで。はい、羨ましい限りでございますね、本当に。なるほど。だからまあ銀行も信用するわけか、御社がついてるっていう話になって。はい、そうですね、うん。よくできてるシステムですね。確かに。金利も違いますんで。あ、そうなんですか。はい。建物がやっぱりそれだけ。建物がいい悪いでどれぐらい金利違う？これはね、銀行さんに言ってくれないんで、なんとも言えないんですけど。じゃあちょっと、はい、もっと詳しく知りたい方は、多分、アンケートをすると教えてくれると思います。はい、公のところで言えないので、はい、すいません。はい。アンケートで聞いてください。アンケートで聞いてください。アンケートで。はい。ありがとうございます。じゃあ次行こう。はい、次行きます。ちょっと次のケーススタディは、うん、医療機関の介護施設。になるんですけど、うん、またここはまあ介護施設とこのクリニックの違いがちょっとあんまり実は仕事なんで分かっていないんですけども、介護施設と医療施設、まあ、クリニックの施設って結構違うものなんですか？なんかそうですね、はい、まあ、国の制度として違ってまして、まあ、医療保険と介護保険の違いがあります、うんうん、で介護の場合はどっちかというと、うん、まあ介護が必要な方っていうのは年齢層が高いで、はい、医療の方は若い方も受けられるっていうケースになります、うんうん、でちょっとケーススタディでいくとですね、うん、年齢がですね、はい、こう関係なく、うん、まあこれは関東の事例になるんですけど、はい、まあ、高齢によってですね、まあ、通所介護っていう言われてるところ、訪問介護、失礼しました、うん、訪問介護をやってらっしゃるオーナーさんというか、先生がお見えだった看護師がいたんですけど、うんうん、その方が高齢になって、お辞めになられたりということで、うんうん、これまた自己資金ゼロで。ゼロで。これも自己資金ゼロ。はい。はい、先生が引き継いで建物を建てたいとご相談を受けました。で、何が建つのっていうご相談を受けて、で、それに見合う建物の、まあ、ご提供というか、ご提案をしたっていうケースはあります。なるほど。ほう。いやー、なんか、介護施設になると、やっぱりこう、なベッドだったりとか、その広さももちろん、すごく重要になってくると思うんですけど、結構その自己資金ゼロっていう名誉っていうわけで、その金額も、大きくなるんじゃないですか、その
小さい坪田というか坪よりも介護施設って大きいと思いますので、はい、そのあたりってだいぶ規模感も大きくなると思うんですけども、それでも自己資金ゼロは大丈夫。そうですね、もう本当に正直言うと建物を介護でもですね、一口にこう施設基準というのがあるんで、うん、その基準に満たす建物を建てないといけません、うんうん、でそれがいろんな介護施設になるんですけども、その中のバランスを見て、で先生と地域の特性を見てですね、うん、でご提案をさせていただくという形になります、うんうん、じゃあこの地域は絶対に例えばご老人が多いので介護施設を作ったら絶対に、まあ、PR とかね広報もうまくやれば集まりますよっていう。それはエンジンの状態なので、PR は。はい、もう PR が大得意でございますので。うちは11万円かかってますよ、毎月。先生、税込み11万で、ご予約。10万足す1万円。そうです。はい、なんで、ぜひ、ちょっとご紹介もできればと思うんですが、あとは、どんな事例が、例えば、大和ハウスさんでは、介護施設ではありますかね。そうですね。あとは、保育とかを始めた事例。そうですね、まあ、介護ではないんですけど、保育の事例でいくとですね、まあ、ある関東のちょっと北側のエリアで人口がちょっと減少するエリアなんですけど、そのエリアの、医療法人様がですね、やっぱり優秀な看護師さんをつなぎ止めたいし、うん、新たな雇用も生み出したいということで、まあ、医療法人様自体がご相談をいただきまして、でいろんな考えをこうディスカッションした中で、保育ですね、はい、いわゆる企業主導型保育って言いまして、まあ、いわゆる勤めている方たちの保育という形でいかがですかという話をしたところ、地域にも貢献したいということで、行政と掛け合っていただきまして、認可保育ですね。認可が。はい。まあ、定員 5人なんですよね。はい、で、あと病児保育ですね、はいはい。2名の病児保育と認可保育5名。うんうんということで、あと、まあ、そういった建物を、まあ、提案したという事例はあります。なるほど。はい。いろんなことやってんですね。そうですね。はい。いろんなパターンがあるんですね。はい。なんか、例えばですけど、ご相談に来られた、開業されたいとか、こういった介護施設作りたいってことをされた方が、予算がこんぐらいで、返済期間こんぐらいで、みたいな、そういったなんかこう、リクエストとかで、あった場合って、そういったのも受けてご提案されることってのは可能なんですか？そうですね。まあ、予算がこれぐらいっていうのももちろんあるんですけど、実際何をやられたいのか、うん、でどのような報酬があるのかっていうところもあるので、うんうん、まず何をされたいのかっていうのを伺って、うん、でその地域の市場を見て、でそれに対しての収入っていうのも想定して、うん、いわゆる事業計画っていうんですかね、収支計画を立ててみて希望感を出す。うんうんうん、あるこうもっと大きく考えたいっておっしゃってても、実際の収益考えていくとミニマムで十分ですよ、うん、なるほど、そういう、はい、ご提案もされる、はい、そうです、まあ、自己資金ゼロなんで大和さんのリスクもあるもありますし、ね、はい、そうですね、はい、なるほど、いやすごいいろんなディレクター、あ、先生ちょっと質問が来ました。どこに何、これはちょっと多分大和さんから読ませていただきます、MS 法人個人の住宅ローン医療法人どの法人で融資を取るといい条件で受けやすいなど知見はございますでしょうかと。まず僕の直感は、結局はその本人にかかってるから、本人が MS 法人に関与してるか個人のローンか医療法人のトップかでしょ、うんうん、個人の信用度にやっぱりかかってるんだと思うんだよね、うん、でも信用度が若い人はないけど、若ければ若い、それが取り柄だから、うんうん、僕はもう若ければ若いでいけるし、還暦すぎても信用が増すからいけると思うから、どのやり方でも僕はいいと。ただ詳しいことは大和さんが知ってるだろうね、ここは、うんうん、どこでいくのか。どうですか、何か融資の、取る方で条件で変わってくるとかってあったりするんですか。やっぱり変わりますね、はい、ですのでこれはもうまさに個別でご相談いただいて、もう決め打ちはしませんので、うんうん、どんな条件で、当然長く借りれますよって言ってもですね、うん、長く借りたくない方もお見えだと思います。反対にね、はい、49年もとんでもないよね、30から79歳まで、はい、だからそういうもう一つのパターンしかない、ご用意してないわけではないので、はい、背景ですね、いろんなお話を伺って、いろんなご提案をした中で先生にご選択してみる、うんうん、という形を取らさせていただきます。なるほど。はい、いろんな提案がいいけど。長く借りても途中でうまくいったら、それは売却すればいいですよね。そうですね。一部返済っていうことで、繰り上げていけば、そうですね。関西年数は縮まっていったりしますので。わかりました。
やっぱりあの途中で売却っていうところも想定して、あの大和さんとしてはいらっしゃるんですか？売却はあまり考えてないです。はい、なるほど。ありがとうございます。あのぜひ皆さんもあの質問等々あればあのいつでも送ってください。というところで、続きまして、ケーススタディ、3でございます。4でございます。広報というところですかね。うん、はい、あの広報の、PR、広報 PR というところになりますが、うん、まあ、ここはね、まあ、本当に新先生広報の力ね、はい、ぜひ。うちのその商材、物販の商材っていうのは、まあ、医薬品に相当しちゃうんですね。その漢方にしろ、クワイアっていう生薬にしろ。これは審査室の中では何言っても日本の医師法は OK なんだけど、外では一切言えないんですよ。うん、こんなことしてるとか、こんないいものがあるって、はい。そこでお世話になったのがエンジンさんの PR で、うんうん、第三者がこんないいことを、なんか新見さんって人がやってるよとか、ちょっと変わった人がしてるよって言ってくれるのが全く OK なので、うんうん、幸い1年ちょっとお世話になって、PR の効果は、なんかこう、ボディーブローみたいに効いて、はい、る感じかな。やっぱ PR すごいね。ありがとうございます。先生はメディチョクというあのシステムを使っていただいてるんですけど、うん、なんとあの全ユーザー様の中でですね、ちょっとダブルカウントぐらい、もうダントツの、 あの成果が出ているので、これはもう元の先生の知名度だったりとかも、あのやられていることも関係するんですけど、あの非常にあの高い、効果が出ている。ありがとうございます。まあそれもね、僕のそこについてくれる子がいて、うんうん、若いかっこいい子なんだけど、うちのサポーターの女子は彼が好きみたいなっていうので、彼がこんなことをしなさいよって親身にしてくれるので、はい、一生懸命僕はそれに沿ってやるとなんか広がってくるだけですね。ありがとうございます。いい感じですよ。はい、新先生のチャンネルではちょっと今度登場させましょうかね。ぜひね、はい、いいと思います。でやっぱり横並びでね、書ける時代はそろそろおしまいなんですよ。それはもう皆が感じると思ってて、医師会が強い頃は医師会の下で開業すれば相当うまくいったんだよ、うんうん、でもそれがそろそろ限界だってことを医師会自身も医師会の会員も感じてる、うんうん、そこは差別化しないといけないので、差別化のためにはやっぱり広告なんだけど、広告打てないから、うん、まあ確かにそうです。そうすると PR しか医療がないんですよ、うんうん、長谷川様、はい、いろいろこう先生方サポートされたりとか、開業部員介護施設サポートされていると思うんですけど、まさか自己資金ゼロで PR までサポートしていただけるなんてこともあるんでしょうか？そうですね、ありますね。あ、そうなんですか、はい、ちなみに大和様のどういうようなこうプロモーションというか、先生のこう差別化するのこう PR みたいなのをされるんですか？まあちょっとご質問からずれちゃうかもしれないですけど、やはり工事が始まりますと、うんうん、やはりいろんな人が注目します。工事中にね。どんな建物が建つか。はいはい。そこで私どもはやっぱり仮囲いって言うんですけどね、工事のここに思いっきり内科開業とかですね。はい、うん、ああ。で、問い合わせ先、スタッフ募集まで入れるとですね、うん、もう開業の、というか、工事中にスタッフが決まっちゃうとか。はい。そういうこともあります。なるほど。はい、でも、オープンしたら、と同時に、あ、待ってた先生って感じで囲んでくるみたいな。はい。これはめちゃくちゃいいですね。はい。なるほど。まあ、弊社としてはですね、まあ、PR 会社で、今、17期を迎えて、うん、昨年、上場させていただきましたが、実は医療クリニックに非常に実は強い PR 会社としてご評価をいただいておりまして、弊社のユーザー様とかクライアント様には、まあ、半分とまでいかないですけど、4割ぐらいは実は医療クリニックの方が多いんですよ。うん、で、皆さん困られてるのが、まあ、広告って実はもう本当に難しくて、医療広告ガイドラインとか厳しいものがあるので、でも PR はしたいんだけれども、どうしていいか分からない、うん、っていうのがまずあります。で、どうしていいかは分かる。で、どこに頼めばいいかも、なんとなく分かってるんだけど、頼んだらめちゃくちゃ高いっていうパターンが結構あるんですよ。まあ、PR ってどちらかと専門職なので、うん、まあ、月額で言うと、大体契約内容にもよりますけど、6、70万かかってきてしまうので、いきなりこう、1000万とか、初年度でかかる、うん。で、なかなかこう、成果に直結するかというと難しいんですけど、ここまあ、弊社の方では、まあ、月額10万円、まあ、11万円ですね、月額税込みで。というところから、クリニック様の PR をサポートさせていただいております。まあ、いろんな、まあ、事例はあるんですけど、今まで全くメディアとかに出られなかった方が、
PR をすることで、1年間でもう2、30のメディアに出まくったっていう事例は、結構、少なくはなく、かなり多くありますので、ぜひ、広報とか PR、見せ方にお困りの方が今日見ていらっしゃれば、ご相談いただければ嬉しいなというふうには考えております。はい。先生も、ですよね。今後も PR の重要性というのは多分重々承知していらっしゃって。僕1年でやめようと思ったんだけど、とんでもないこと思ったなと思って、ずっと続けます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひサブチャンネルで、先生のご担当を今度出演させるということをお約束させていただきます。はい。というわけで、今日ですね、広報 PR、に関しては、私の答えさせていただいたんですが、この後ですね、質問の方を受け付けさせていただきまして、質疑応答のお時間というところで、設けさせていただきますので、このまま Q&A のところに皆様、いつでも、ご質問をお送りください。で、ちょっとここで、告知というかですね、ちょっとご紹介になるんですが、先ほどのダイワーシステムさん、そのダイワーハウス様の調査システムというところに関して、ちょっとどのようなものかというのをちょっと簡単にご紹介いただきたいんですけども。はい。先ほどから申し上げている通りなんですけど、まず一つはですね、その市場を測るために、どこに競合委員があって、どんな方たちが住んでらっしゃるっていうところですね。あとは、厚労省のですね、推計の疾病患者数ですね、そういったところから割り出して、ここの市場としてはいいのかどうかっていうところですね。なるほど。で、もう一つは、動態の調査って言いまして、先ほどの携帯の位置情報ですね。ああ、はい。交通量調査もできますので、前面道路にどのくらいの人が、徒歩で歩いていくのか、車で通るのかっていうのも分かります。なるほど。この前、ごめん、全面道路は必要ないって聞いてびっくりした。奥の方が患者さんが多かった。そうですね。はい。あ、そうなんですか、ね。これはちょっとある千葉の事例なんですけど、車社会の場所なんですね。で、先生に土地を購入されてですね、お買いを0円でやりたいとご相談を受けてまして、でその先生が今回調べた内容がですね、全面道路の交通量がどうなのか。とても気にされてたんですね。ですが、実際ですね、競合委員と言われている委員を3つほどピックアップというか近くで見たらですね、なんとですね、交通量が一番少ないところが、一番来院患者数が多かったんです、それが分かっちゃったらすごいでしょう。すごいです、それは。開業前に分かっちゃう。で、これはなぜかというと、単純にですね、もう PR がちゃんとできてる。ホームページがきっちりされてる。もしかしたらうちのクライアント様かもしれないということで。違うかもしれない。違うかもしれない。はい。というところがやっぱ大きかったということですね。はい。やっぱりこの市場調査と、調査システムというのは、ダイワハウス様からすると非常に大きな強みというか、になっているということですね。むしろこれはなくてはならない。なくてはならない。はい。これが自己資金ゼロで始める、始められるという、ちょっと一つのからくりというか、そうですね。これがあってこその、はい。はい、ありがとうございます。ちょっと続いてになりますが、皆様の Q&A の方に質問をいただければと思います。続いて、伊見先生の。うち？はい、あ、僕はクラブハウスもやってて、はい、PR にお世話なのも大事なんだけど、自分から発信も大事なんで、ぜひ皆さん、YouTube とか、クラブハウスはやってください。はい。これは木曜の毎週夜の9時から、はい。セカンドオピニオンやってます。はい。はい。で、続きまして、のスライドですが、あれ出てこないですか、はい。これがね、うちの商材ですね、物販の。はい、フワイヤーっていうものに僕が25年漢方をやってよかったことが、これに巡り合ったことで、はい、これはもう明らかな抗がんエビデンスがあるんですね。それは1000例規模の肝臓がん手術後の人をくじ引きで2つの分に分けて、2年後の生存率で勝ったっていう論文なので、でも、これは本当に明らかにいい薬なんで、僕は自信を持って進めてます。はい。はい、そこで、はい、物販で、うちはなんとかやっているというのが現象ですね。これ、興味がある方は読んでください、本を買って。はい。私どもで、ちょっとやらせていただいた PR で、このフワイヤーに関しての記事とかも、ウェブで、ね、見れるようになって。そうそう、本書を宣伝しないと。これを、本は出せるんだけども、本があるってことも言えないし、本当に PR 会社が入ってくれないと、何にもできないんですよ。こんないいものが日本に普及できないわけね。一生懸命やってるんだけど。はい。本当にエンジンさんの力だと思います。ありがとうございます。そう言っていただきまして。はい。というわけで、この後質疑応答に移らせて、すみません、失礼しました。最後、この官房 .jp の。はい、これは YouTube で、はい、今日サポートに来ている中山さんと一緒にやってるんだけども、はい、これはもう5000人近い方の医療関係者
はい、医師なり薬剤師の先生が参加してくれて、うん、こういうサイトもあった方が PR もやりやすいと思います。はい。はい、この漢方 .jp の、まあ、では先生のチャンネルからですね、弊社、まあ、エンジンの方にお問い合わせいただいた方にはですね、もう誠心誠意ですね、いろいろできる限りのサービスさせていただきますので、ぜひよろしく。え、今どういうこと？漢方 JP 見たって言えばいいの？そうです。漢方 JP 撮ってるから、今。はい、撮ってるか。そこから漢方 JP を撮って、大和さんなり、はい、エンジンさんに行くと、ちょっと特別になると。そうですね。もう僕らは、新見先生の文字があるだけで、もう、VIP 扱いという形で、ありがとうございただきます。じゃあ、皆さん、はい、どうぞ、はい、どちらへも、はい。ありがとうございます。はい、というわけで、続きまして、最後に、はい、はい、質問に。最後、私どもからですが、このメリチョクというシステムをですね、PR システムを、広報のプラットフォームツールになるんですが、ここでですね、いろんなメディアさんとつながれる、まあ、データベース、まあ、プラットフォームを運営しておりまして、いろんな、募集が、メディアさんからの募集だったりとかですね、自分からプレスリリースを発信できたりとか、そういう通常だったら難しい広報活動というのが、このメリチョクでは、もうワンストップで実現できてしまうという、まあ、サービスになりますので、ご興味ある方は、皆様お問い合わせいただければと思います。また、最後、アンケートのご協力をよろしくお願いいたします。アンケート内容がですね、まあ、例えばエンジン、広報、PR でも、自己資金0円という今回のテーマの大和発様でも、構いませんので、チャットでアンケートの方をお送りしておりますので、お手すきの際にご回答くださいというところでございます。お待たせいたしました。残り時間ですね、このまま Q&A の回答の方に進めさせていただきます。ちょっと Q&A ちょっと出していただけますでしょうか。結構来てますね。ありがとうございます。ちょっと読ませていただきます。親が医者ではないので連帯保証人を立てることができないです。このような、背景でも本当に自己資金ゼロで融資を受けることはできるんですか。はい、どうぞ。本当ですかと。はい。はい。そうですね。そうですね。まあ受けることは可能だと思います。うんうん、はい。なんか実際受けれない。条件みたいなのもあるんですけど、もちろん全てが全て自己資金ゼロでいけるってわけないと思うんですけど、うん、つまり勝ち筋が見えればいいわけでしょ、うん、そうですね。だって黒字になるとかにはね、自己資金ゼロでもいいわけだから、うん、そこは結構銀行も重視してます。はい、だからさっきの市場調査とかで、はい、本当にここは集客できるんだろうかっていう勝ち筋が見えればそこはできる、こういう場合でもできる、はい、これ勝ち筋さえ見えれば連帯保証人は別に必須ではないよっていう答えでいいですよね。そうですね、うん、まあ、連帯保証人が取れない場合は、うん、その保証協会っていう協会が保証してくれたりするので、うん、まあ、そういうことをお使いになっていただくっていう形が、うん、まあ、多いと思います。なるほど、はい、じゃあ答えは自己資金ゼロでも OK です、うん、連帯保証人なしでということですね、はい、なんか今日本当にご覧いただいている方とかで、まあ、いつかちょっと開業したいなと思ってやっていらっしゃる方がいたら、もう早めに話を聞くだけでも全然いいですよね。そうですね。今も建築もですね、時間がかかりますので、最低1年ですね、うん、1年以上かかります、うん。ですから、思い立ってもですね、2年ぐらいかかってしまうので、はい、いい土地は抑えられてるし、そうですね。はい。なんで本当にちょっと興味持った時点で、まず話聞いてみるっていうところから、情報収集してても、全く損はないですよね。はい。ぜひ。大和発様にご相談くださいというところで、ちょっと続いて、質問が来ております。ここも多分大和さんですね、妻の実家の建て替えを考えております。1階に診療所の2世帯住宅の箱を住宅ローンで建てた事例はありますかというところでございますが、どうでしょうか。あ、全然あります。あ、全然あるんですね。はい、なるほど。なんか具体的にどういうケースだったみたいなところってありますか。はい、まさにこれ奥様のご実家なんですけど、うん、まあ東京の、まあ、世田谷区とかそういうエリアなんですけど、はい、ご両親がお住まいで、はい、まあ、建物が老朽化している、はい、でご両親もこのまま住み続けるのはちょっと難があるという状態の建物でした、うんうん、で建て替えをしないといけないんですけども、まあ、2世帯で、ドクターと、うん、まあ、お嬢様っていうんですかね、奥様が入られるということになったときに、うんうん、まあ、せっかくのですね、まあ、土地ですので、1階に先生がご開業なさって、うんうん、2階に2世帯住宅。なるほど。この場合だと住宅ローンで適用である。はい、住宅ローンで。すごいね。すごいですよね。でも、ずるいよね、この知ってる知らないと。いや、本当ですね。知ってる知らない方も多いんじゃないですか、こういうの。
そうですね、実はこの先生もご相談いただいたときに、うん、まあ、住宅ローンで建てるんじゃなくて1階は事業用ローン、うんうん、で2階が住宅ローン、はい、でご相談を受けたんですけど、いや違いますよと、うんうん、これちゃんとうまく半分すればですね、うんうん、住宅ローンで組めますということで、非常に返済が楽になるということで、うん、まあ、お気持ちも楽になられて、うん、でかつ自己資金もなしでできたというところで、大変喜んでいただいて、自己資金なしだ、自己資金なしですけども、怖いものなしですよね。そうですね、本当に本当にありがとうございます。本当にご興味ある方はもう大丈夫ですということで、ちょっとまた続いて質問が来ております。これは多分あれですね、ちょっと PR、 診療科目によって PR の向き、不向きなどはありますか。この診療科困るよってことがあるのかってことですね。そうですね、診療科目にはよっての向き不向きは基本多分ないと思います。どんな診療科目でも PR できるっていうところは、そこは自信持って言えるんですが、例えばですね、じゃあ自費診療と、保険診療で言うと、やっぱりその自費診療のところの方が PR はしやすいって言ったらそうですね、うん、であとこれがないと PR は無理だよっていうところは、先生ご自身のメディア露出、先生ご自身がメディアに出演するとか、ウェブの記事に載るとか、テレビにお顔が出るとか、そういったものが基本的に NG な方は、結構その PR のやり方っていうのが結構狭まってしまうケースが。それは斡旋はしてくれるんでしょ、こんなことはしませんか。はい、もちろん。でもそれも全部ノーノーノーっていう人は困るよ。そうですね、やっぱりこのメディア出たくないとか、うん、この出方では嫌だとか、うん、その NG 項目が多ければ多いほど結構狭まってしまうので、うん、基本的にはウェルカムな状態でいていただきたいなというところはありますね。あとは、やっぱりその自由診療とかの中でも、結構その美容クリニックとか、いわゆるそのマーケティング的に競合が多い、うん、なんかその広告費によって、うん、もう差別化、まあ、優劣がついてしまうというか、広告費の投入額によってもう劣等者みたいなところは、やっぱりその広告だけではなくて、その PR、広報という形での露出の方が、今まで取れなかった層が取れるとか、うん、そういったところはあるのかなというところですね。まあ、向いてるっていうところはそうかもしれないです。はい、ありがとうございます。あ、ここありますね、先生。新見先生のように出版実績を積みたいです。王道の一歩目は自費出版でしょうか。出版実績ね、出版は決して儲からないから、うん、儲けにはならないんだけども、PR にはなります、うん。で、自分の言いたいことを言えるようになるので、別に自費出版でもいいけれども、できれば、しっかりした出版社の方が、やっぱり格が違うから、うん、そうですね、自費出版はないよりはいいけども、うん、可能ならば、しっかりした出版社がいいです。うん、ちなみに先生、今まで出版は何冊今 ?40 冊。40冊以上かな。うん。すばらしい。まあ、アマゾンで入れればすぐ出てくると思う。最近数えてない人、はい、あんまり。はい。うん。めんどくさいから。大和様でサポートされて先生の中で出版されてる方もまあいらっしゃいますか。いや、あんまり見えないと思います、ね。あ、そうですか。はい。そこは、そうですか。自己資金ゼロでは出版は進められないというところなんですけども、自己資金ゼロで出版をお勧めするできる PR 会社は弊社でございますので。で、出版はね、話が来たら絶対受けた方がいい。はい。その自費出版は別だよ。いくらかなって。それは別だけど、ともかく書いてくださいねっていうのが来たら、はい、もう万難を排して、受けてください。はい、ありがとうございます。はい。出版に関しては、実は、弊社、知見はかなりありまして、当然、自費出版、今で言うと、ブランディング出版みたいな感じで言われることもあるんですけど、基本的に王道は、商業出版を狙っていくことが一番重要ですと。で、商業出版もですね、どうやってやればいいかというと、結構出版社も、この先生のこの内容だったら売れるって判断したら商業出版に、転換できるわけで、そこをですね、いかにそのコンサルで持っていくか、いや僕らがサポートさせていただいて、出版社に持ち込むっていうところが、出版コンサルと、言われるような、まあ、やり方になりますので、ぜひ、皆様、ご相談あれば、おっしゃってください。Q&A も、広報を始めるタイミングについてですが、はい、僕のように実績を作ってから始めるのがいいでしょうかっていうんですけども、うん、別に僕も別に PR する気なかったんですよ。うん、御社の若いかっこいい子が来て、全部門前で断るんだけど、極めて礼儀正しくて字も綺麗だし、育ちが良さそうだから、で、一瞬あったら、
まあ、1年間ぐらい付き合った後辞めればいいやと思ったんだけど、はい、なんか深みに入って辞めれなくなったっていうのが現状ですね。とってもいいと思います。ありがとうございます。はい。はい、で、人はね、僕あと1分だから言うんだけども、ご縁なんで、はい、思った時がチャンスなんですよ。うん、だから今日僕、エンジンとも縁ができて、ダイワさんとも縁ができて、また何かあったら、ダイワさん頼みに行けばいいだから、はい、なんですよね。だから今日はもう縁を作るための会だと思ってるので、はい、ぜひ逃さずに興味がある方はアンケートにつなげてつながってください。はい。お願いします。本当にまとめていただいても、プロ中のプロですね。司会進行が。本当にありがとうございます。じゃあ、クロージングは。はい。というわけでですね、本日、もうお時間になりましたが、自己資金0円でも始められる利益を最大化する医療系のメソッド大公開ということで、新見先生と大和ハウスの長谷川様に、お越しいただきました。本当に自己資金ゼロでできるかどうかっていうのは、もう、あとは大和様にお会いしてお話を聞いて、ちょっと伸びるけど感想が最高。そうですね、確かに。どうですか、一言か。いやー、楽しかったです。よかった。はい。それはもう。ありがとうございます。ということで、少しでも今、思った時が吉日ということで、明日にでも気になってた方はですね、大和ハウスさんの方にアンケートで答えていただければと思いますというところでお時間になりましたので、新見先生、そして長谷川様、本日は誠にありがとうございました。じゃあ失礼します。ありがとうございました。失礼いたします。